おはようございます、サッシーです。1月9日土曜日ですね。本日国際センターさんにお邪魔しております。今9時25分で今整列してる人たちが、増えてきてるところでございます。では僕も整列しに行きたいと思います。おめでとうございます。本日1月9日国際センターさんでございます。抽選受けまして17番ですね。前回よりいいんですけれども、あとは台をね積もるのみということで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。失礼します。ではニューパルサーですね。抽選番号17番でニューパルサーにちょっとリベンジがですねちょっとしたくて選びました。ちょっとね負けられませんね、リベンジなので。よし、では頑張ります。自分を今日も信じる、信じるしかない。よし、一応番長3が真っ先に埋まりましたね。自分17番だったので、そうですね、16人か僕より前に入店された方がいらっしゃって、そうですね、番長3前回出てましたからね。まあ当然ちゃ当然ですかね。いや番長3いいな。恐ろしいです番長3は。ちょっとね、今日はなんとか前回の負けをこいつで取り返したいな。はい、現在投資3本で65ゲームですね。ちょっとまあ悪かったら大移動も今日はちょっと視野に、結構台は埋まっちゃってるんですけど、移動できたらちょっと移動もバンバンしていこうかなと思います。はい、当たりました。76ゲーム投資が3本です。3000円です。あ、またか。
これは。ああ、バーですね。1回。まあ、前回、バーがつかなくてちょっと、あれですね。設定がってなったので、まあ、幸先がいいですね。味方を変えれば。一匹か。なるほどね。まあ、やっぱ確定を出して、まあリベンジ達成ですよね。うん。まあ出玉をプラス収支にすることももちろんリベンジなんですけど、それよりもね。確定を出したいですね。そのためには高設定でないとダメなんですけど、まあ、ニューパルサー今のところはもう全然空いてて大移動し放題というような感じですね。まあ、なので結構台を動いて様子を見てる方もいらっしゃいますね。はい、では追加投資ですね。88回転投資が4本目になります。ちょっとね、店内の状況ちらっと見てこようかなと思います。はい、投資が8本です。184ゲームあった。なるほど、1回ピックが良かった。いやでもね、まあ、設定を考えたらね、バケの方が、まあ、高設定の期待度は高まりますからね。まあ、確定ミスが出れば、お、5匹。5匹ですね。あ、すみません、ゲーム数言い忘れてましたね。190ゲームレギュラーボーナスです。早い。21ゲームです。ビッグ頼む。やっぱー3回。よっしゃー。この季節に合った楽曲もいいですね。うん、
出るかな。2匹。なんかセイントセイヤが雰囲気いいですね。まだわかんないですけど。よし、来た。ありがとう。ありがとうございます。81ゲームですね。あ、よかった。1回。さあどうなるでしょう、ここから。はい、現在投資8本で、81ゲームでピックに当たってって感じですかね。で、ピック2回のレギュラー2回、今のところついております。で、まあ、出玉的には500枚ぐらいっていうところですかね。ちょっとプラスな感じ でちょっとまあお昼過ぎたあたりとか大、まあ、見えてくると思うんで、お店の雰囲気がちょっと楽しみですね。今日はどんな感じか。前回は番長がすごい好調だったんですよね。今日はどの台が好調になるのか、まあ、予測しながら、まあ、自分打ってる台ではないけど楽しいですよね。やっぱ他の台がどうなのか。2匹ですね。お、ニューパルサーが結構埋まってきました。今のところ触られてないニューパルサーが3台あります。前台埋まってなんか見えてくると面白いですよね。こんな感じです。合算100分の1。でちょっと今日バケがついてるのでちょっと安心感が違いますね。はい、前回は8連続でビッグだったので、まあ、出玉は良かったですが、設定っていう意味ではちょっと怖い部分もありました。お、当たったぜ。52ゲームですね。早い。ここで、あー、ビッグだ。3回。これ、あるぞ。あるのか？あー、確定出るか。3匹。ニューパルサ埋まってきてなんか賑やかになってきました。ハマる瞬間があるのは高設定だろうと仕方がないことなんでしょうから、まあやっぱそれを乗り越えるだけのね、で演出だったり出玉であったり欲しいですね。一応今のところ触られてない、1回も回ってないニューパルは1台だけっていう状況ですね、今のところ。あとはちょっと回して空いてる台が1台と空き台2台ですね。
空き台は2台でうち1台は1回転も回ってない感じ。時間は11時過ぎたところですね。197回転、投資が8本のまま、投資が8000円で、出玉は今500枚ぐらいですかね。下皿がまあちょっとパンパンですよっていうぐらいで、まだちょっと荒波には耐えられないですね。あ、200回転超えてしまいました。ここが光ったので、これ当たりですね。いや、これ好きなんですよ、ここ光るの。1回、いや、光った光った。さあ、どんな展開が待ってるんだ今日は。まだ225ゲーム以上ハマってないんですよね。ありがたい、ありがたや。流星、なんか雨ぐれが流れてるような気がするから、これは幻聴だな。もう凱旋ないもんな。なんか雨ぐれがでも聞こえるような気がする。凱旋もいい台だったよな。まあでも僕が凱旋打ったらもう終わりですよ、終わり、この世の終わりです。あ、来た。さあ、この世の始まり、よし来た。1回、43ゲーム、これはこの世の始まりが来てるんじゃないかな。あ、ホッパエラ。なかなかでも全然確定系が来ないんですよね。なんかあまり鳴き声とか微妙な感じ。そうですよね。今日のお昼もピラフです。台の方は合算128分の1で、まあ可能性的には高設定の可能性もあるのかなというところで、まあ、444ゲームハマったので、ちょっとお昼にですね、ちょっと一息入れに来ました。後半戦も頑張ります。合算が今118分の1です。で、総ゲーム数が4282、
ビッグボーナス19、レギュラー17、これ小ゼロ。はい、またお会いしましたね。22ゲームで当たりました。ピッ、あ、バケだ、バケ、バケすごいな。ちょっと待ってよ。あ、並んだ。ビッグとビッグもバケも19回ですね。で合算が117分の1で、ゲーム数4454ですね、これ高設定だと思うんだよな。もう確定してくれ、確定くれ。はい、1匹。まあ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 、まだまだね。さあ、リールがガクガクってなりました。ってことは今日3度目の正直リベンジタイムでございます。あ、バケ、バケだ。バケってパターンもあるんだね。見事3度目の正直やっちゃいましたよ。はい、4回でキュイーンとなりましたね。はい、これ6じゃないの。流星、やっと4回泣いてくれたな。20回目のバケで、ってことは39回目の当たりでってことか。長かった。確定じゃないけど116分の1。バケが20回、ビッグボーナス19回です。で総ゲーム数が4533ゲーム。これはまあ低設定ではないと思いますね。まあちょっとでも荒い台っていうのをみんな言ってるんで、ちょっと気は抜かないように荒波に揉まれてきます。はい、実戦終了でございます。本日は、投資8本なんでだいたい400枚ぐらいで、回収が1006枚ということで、プラス606枚ですね。まあ、サマイス的には前回のリベンジはできたんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり確定演出が出なかったっていうところで、ちょっとですね、設定なのか自分の引きなのかってところですね。すごいもみもみしてまして、出たらその分飲まれ、また出てみたいな、1000枚から2000枚をずっと行ったり来たりしてるような感じでございまして、ちょっと最後かなり飲まれて、まあ、1000枚という感じですね。設定6なら、まあ、僕のね引きが悪かったですし、設定悪、まあ、低ければ、まあ、そこそこ引きが良くていけたのかなってところで、ちょっとね設定的にはまあ中間ぐらいか、まあ、上であってもおかしくないのかなって感じですかね。で一応店内の状況としましては、今日角台が結構強い傾向にあったかなと。そうですね、角台の雰囲気がすごく良かったです。
セイントセイヤと、あとジャグラー、ジャグラーあれマイフォーかな、マイフォー稼働台ですね。あとはなんだっけ、あとラブジョーだ、ラブジョーも稼働台ですね。あれも良かったし、あとそうですね、あれだ、ディスカップも稼働台のやつが結構良くて、あのグラフももう虹色になってて、そうですね、今日は稼働の日だったが、あとニューパルも右端が良かったんですよね、すごく。だからもしかしたらニューパルは右端の台が当たりだったのかもしれないですね。今日はちょっと稼働台が強い傾向。あと絆ですかね、絆もすごい良かったですね、雰囲気がすごく良くて。あと前回に引き続き番長3もすごく雰囲気が良かったですね。そうですね、朝まあ17番だったので、まあ勝負に行っても良かったのかなとは思いますけれども、まあちょっとリベンジをしたいということで、ちょっとニューパルの方に行きました。ですごい楽しめましたね、楽しかったです。まあ出玉は、まあ、プラスで終われましたし、そうですね、前回のリベンジっていう、まあ、意味では、まあ、確定演出出なかったけど果たせたのかなってところで、そうですね、また次もあればまたちょっといろいろと考えて立ち回って会ってみたいと思います。てか立ち回りっていうか、まだそうですね、大移動してないんで立ち回りも何もないのかもしれないんですけれども、はい、ちょっとパチンコとかもですね、まあ雰囲気が良さそうだったので、ちょっとね音が晴れですごいバンバン聞こえてくるんですよ。ニューパルの後ろがすぐもうパチンコの島なので、もうパチンコの激しい音が聞こえるんですね。はい、ちょっとパチンコもいいですね、ちょっとパチンコも行ってみたいですね。はい、今そんな感じで今日はちょっと稼働台の日だったのかなっていうところです。はい、じゃあまあそんな感じで今日は実戦終了したいと思います。うん、ではお疲れ様でした、ありがとうございました。